まあ、あの水さん今撮ってる僕からするとやっぱりワグプラティとかファミリーマンとか、まあ、僕と一緒にやったピンプリックパニシメントとか、まあ、ハードコアのギターの人っていう印象も、まあ、強いんですけど、まあ、それ以前のキャリアもドンドンとかエルネーションとかそのあたりの話を聞ければと思うんですけど、まあ、最初の原体験としてのバンク、それはやっぱりちょっと裏側っていう土地が結構大きいという話、そのあたりもちょっと聞きたいんですけど、その裏には裏ロックセンターっていうグループがあって、それでまあ革新的なね、あの政治家とあとはロックのイベントを一緒にやるようなそういう無料ライブは結構あったんですよ、ね、その中で初めてリアルを見て、でそこからパンクに目覚めたっていうところがあります。日本にこういうグループがあったのかっていうこと で当時リアルタイムであのクラッシュとかジャムとかしてたんですけれども、すでにキャッチーな音楽になっていたから、うん、まあニューウェーブの一般的な感じでしか見てなかったんだけど、まあパンクの音質をそこから知りました。でそこで高校に入ってバリゲードっていうグループに誘われて、あの当時はダチラっていう名前だったんですけど、ちょっとリザードなんかの影響を受けたようなグループだったんですけれども、まずそこが始まりです。じゃあ結構そういうポリティカルなメッセージ、 DR とかの衝撃を受けて、まあこれこそ自分の中でのパンクだっていうのが花見さんに結構あったっていうところですね。花見さんの中で。そうですね。だからリアルタイムで聞いてやっぱり音楽的には別に衝撃じゃなかったんですね、それはね。あの当時のもうパンクはすでに、あとセックスピストルズも後追いで聞いたんですけれども、別に下手とも思わなかったし、かといって破壊的でもなかったと、うん、でそのパンクっていうのはこういうアティテュードがあるんだってことを知って初めてその存在に身が分かったっていう感じです。それって何年ぐらいの話？それは私が15か16ぐらいの時だったと思うんで、80年とか81年ぐらいの時です。なんかリアルって音がスリッと、はい、カバー版がパッドなんだって、やっぱりもう音作りからちょっと違う感じだった。根本的にだからロックとパンクっていうのはこんなに違うのかっていうところですね。それを生で体感して、生で体感したのはやっぱり大きかったと思う。でやっぱり高校入ってもじゃあそういうマリアルに影響を受けた形のバンドを志向するようになって、頭脳警察とかを遡って聞くようになって、あとは当時音源全然出てなかったんですけど、サンハウス、サンハウスのにわかとかをダビングのダビングのダビングぐらいで聞いて衝撃を受けて、高校の時にだから文化祭でリアルサンハウス頭脳警察のカバーなんかやったんですけど、まあ、要するに聴いてる人は誰も知らない曲なんだけど、結構演奏うまかったんでめちゃくちゃウケました。それでまあバンドやろうって聞いたベースだったんですよ。その時はベースとボーカルでした。ただ私はもっとハードコアをやりたくなってしまって、あとはポリティカルなバンドもやりたかったんで、まあそこからは抜けるんですけれども、その後にダチラっていう名前を変えてからも何回か私ギターとかで手伝ってます。で当時は後にポゴに行くジュンがいました。ジュンは私とだから入れ替わりで入ったのかな、私が抜けてそれでジュンが入って、はい、でジュンが辞めて今度はここにいた木山君っていうのが今度はバリゲードに入って、それで私も何回かそこでライブをやったような感じですね。そういう付き合いが続いてました。それがどんどんの前です、ね、そこが大体自分が18、19ぐらいなんで84年とかぐらいです、ね、でそれでハードコアのバンドっていうのがどん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 ですね、はい、大学に入ってから始めたって形ですよね。でまあどんどんは結構アメリカンハードコアなスタイルでポリティカルなメッセージっていう、まあ結構それも当時珍しいっていう形の中ではいないと思う。ポリティカルなバンドがなかった。ああそうです。多分ハードコアでポリティカルなバンドっていうのは私的にはこれが最初なんだっていうのかな。でも一応エクスキュートとかあとはクレイとかそういうグループの人たちももちろんそういうメッセージはやってましたけど、まあ、私自身元気で活動してたので、はい、まあ確かにメッセージっていう面では別に結構古いパンクの日本の人も言ってますけど、でどんどんはその後病原体とか、うん、いろんなコンビに参加したりとか、まあアメリカツアー行った時もやっぱり花見さん一緒に行った時にね、どんどんのバンドって言ったら日本の人がどうなのっていうね、こんな若いわけないだろっていうでその後どんどんが解散。そうですね、吉川君以外の人間がどんどんを抜けてどんどん引き継ぐ形で作ったのがハードコアのヘルネーションです。で、ヘルネーションは、まあ、初期はハードコア、割とどんどんの延長線上のサウンドでやりたいっていう形、さらにポリティカルな面を進めて秋の嵐っていう反天皇制のグループも同時に作って、はい、その活動と同時にやってたので、はい、本当に警察と対峙するような感じでやってましたから、
実際にガサブツでうちの作品が押収されたりとかしてました。それでハードコアティで、まあ、そういう、まあ、ポリティカルな活動もしてるっていう状態で一回でも疲れちゃう時期があるんですね。エクシデンの時に大量弾圧があって、本当にバンドとか社会生活が成り立たなくなっちゃうの、そういうような時期があったんですね。89年の天の死んだ時です。だからまあその時の弾圧がやっぱり大きいっていうのと、あとはまあ私自身もちょっと大学行ってなかったんで、もうこの後生活どうしたらいいんだろうってことがあって、そこでまあバンドが停滞して、あとは音楽自体が変わっていったっていうのもあります。多くのハードコアバンドが、やはり私が好きだったセブンセコンドとか、そこら辺のアメリカのハードコアバンドもそうですよね。デッケでもなくなってしまったし、あとはヘンリー・ロリンズもメジャーっぽいことがアプローチするようになってきた、うんうん、あとはハスカーズもそう、うん、で自分も音楽的にもっと昇華していく必要があるんじゃないかなっていうふうに思ったし、それは海外のバンドがそうだからっていうんじゃなくて、私は一緒にやってるつもりだったんで、やっぱり上手くなっていくとそういう高度な音楽やっていきたくなるからということで、一回バンドを休んだんだけど、次にやるときはそういう、もう音楽で高い音楽をやろうと思って、うん、ハードコアじゃないヘルネーションを始めるに至ったわけですね。まあそれがやっぱりグランジとかサイケデリックな要素がかなり強い、このヘルネーションですよね。そうですね、はい、それが92年ぐらいです、はい、これ話ちょっと戻るんですけど、やっぱりどんどんの頃からもそうですけど、ヘルネーションの頃から結構海外に日本にこういうバンドがいるっていう情報を流してたのがシック。そうですね、シックのロジャー・アームストロングが、はい、やはり日本の情報をかなり流してくれて、はい、それで私自身も海外のバンドとか海外のシーンとつながりができました、うん、具体的にこのテープは日本の友人が結構海外のいろんな著名なバンド、ディスオーダーとか、あとはコンフリクト、あとはクラス、あとビワフラなんかに送ってくれて、リアクションがちゃんと返ってきましたし、あとはその流れで、アメリカのね、ミシガン州の FM 局と、あとはイスラエルのキブツ地区のコミュニティからライブをやってほしいっていうふうに手紙が来ました、メールが。ロジャーさんはマキシマムロックンロールの日本支部みたいな、そんな感じですね。はい、それがすごい意外だったっていうか、誰が逆に海外に日本のバンドを知らせてたのかなっていうのは確かにすごい不思議だったんで、うん、はい、あまりやる人がそんなに、だからロジャーが一番後継者ですね、日本のハードコアを世界に選んだ。でもじゃあその人が向こうから輸入して音源を知ったりとかっていうのは結構あった。いや、音源については、うん、やはりレコードショップだね。あ、普通に入ってきてたんですね、当時のトレンドじゃないけど、うん、音楽として、まあ、当時の、まあ、要するにインディペンデントレーベルを扱うのは池袋の五番街とか、あとは新宿レコードとか、あとはエジソンですね、はい、そういうところで外国でユニバンド見つけるんですけど、まあ、大体そこにタグにいろいろ評価書いてあるじゃないですか、それを見て選ぶんですけど、今こんな日本って SST とかブラックフラッグすごい、それこそパンクだみたいな感じになってますけど、当時は全く評価ありませんでした。実はブラックフラッグ私かなり後追いです。で当時はブラックフラッグ、ハードコアとかパンクと見なされてませんでした。ニューウェーブの一発として見なされてました。実際にバップかトクマジャパンからアメリカのアンダーグラウンドシリーズっていうのが出たんですよね、日本から。それもソニックスと一緒に出てましたから、こんな状況下でした。まあ、ヘルネーションはそのやっぱり、まあ、同時代の海外のバンドに近いサウンドだと思うんですけど、グランジ、サイケデリックも入って結構聴いてみても、まあ、ある種フレーズ的にバットホールに近かったりするような気がする。その頃のヘルネーションは長谷川洋平さんだと。そうですね、うん、後に、まあ、韓国で活躍することになった長谷川洋平が途中から入ってきたんです。あ、そう、韓国ロックを、大韓ロックでしょ、大韓ロックと一緒なんです、チャンギハとカオタチとか。で長谷川洋平は後から入ってきたんですけど、その前は名古屋でかなり有名なハードコアパフォーマーだったガバールタピアっていうのを入れて彼を交換に立ち来てやってたんですけど、その頃がバッドホールとかジャンク路線 で彼があまりにもちょっと前に立ちすぎちゃって、まあちょっと彼一人出てくるような形で工夫にしちゃったんですけど、で彼はその後詩人として活躍してみました。今も活動されている。そうですね、本も出してます。で私がギターボーカルになって、そこからが、まあ、マッドハニーとかダイナソーとかみたいな感じの路線になってます。ヘルネーションのその形で、まあ、音源も反省されてるようなサウンドというか、実は別にメジャーに行ってもいいなと思ってます。ああ、そうです、うん、で、なんでかというと、話前後しますけど、ヘルネーションをやる前に仕事で、メジャーフィールドで仕事してたんですよ。楽器のテクニシャンといっても楽器を整備する人なんで、それで楽器テックとして加山雄三さんとか、あとは松本伊代、本田の、そういうの芸能界の仕事するようになって、まあ、表の世界を見てたわけです。
それで私はもう、まあ、要するにアクティビストでしたからメジャービルドの商業学を打倒と思ってたんだけども、なんでここに行ったかというとそれしか仕事なかったんですよ。公安が全部あちこち回ってて、だから当時音楽仕事なんてヤクザの仕事ですから、だからまともなところに就職できなくて、そこでやっとバイトで拾ってもらった形なんで、それしかなかったらやってみたからやってみたんだけど、やってみると非常に勉強になりました、うん、だからなるほど、ここはこういうふうに運営してくるのかとかって、こういうふうにビジネスとしても管理しなきゃいけないのかっていう参考になった部分が非常にあって、そこで自分の地下での音楽活動でもそれを生かしていこうかなと思います。まあそうやって音楽業界の仕事をしていく途中で、まあ、ヘルミッションの会社に彼が解散してから完全にそこは終わってからや。そうですね、音楽業界の仕事をやっていく中でもうバンドはやめようかなと思ってたんですけども、でもたまたま仕事で行ったらあんまの店員の方にもう昔見てました、またやってくださいって言われてプロレス的なことできますね。オニタの普及は。まさにオニタがまたプロレスやってくださいって言われたんです。あれと同じです。そうなんだ、まだ求めてくれてる人がいるんだと思ってまたやろうと思って、うん、今度は本当にリアルタイムの音楽をやっていくぞと思って、そういう番組を作ってあれ、でもそれでまたやろうって言ったのも変電所です、ね。それが変電所。それが変電所ですね。だからそれで最後のアルバムは、あれはその時期、再結成して、そうですね、やったもの。92年から95年ぐらいですね、それはね。でその後にまた、まあ、正式に解散した。そうですね。で、まあ、その後に、またしばらくバンドやめたけど、ハードコア、バンドペラティとか、アナカンティングバンドとか、そうですね、まあ、僕たちはピンクリックとか、そういったバンドをまたやりやすくなるようになるんですけど、で、三津さんの、まあ、バンドというと、あと音楽業界に入っていったのは、そういう流れ、大きな流れでした。そうですね。それで、まあ、あとは、ヘルネーション再結成してからは、92年からは、アクティビズムとあと音楽っていうのはやっぱり一緒にやってくのは結構厳しいなっていうのも頭の中にあって、創作活動は創作活動でしっかりやっていこうっていうのもあって、まあ直接的にはそういうポッチカのことは出さないでやってます。それは別に避けてたんじゃなくて、サウンドより充実させていくためだったんだけども、私は一方で活動もしてました。だから2011年からずっとずっとやったわけじゃないですしてますそれ伝えてください、皆さんに伝えてください